なんていうのかな、3代目継いだ頃はすごいプレッシャーばっかりだったんですけど、やっぱり2代目立花菊太郎ってすごく偉大な人で、偉大な人っていうのを最近ようやくなんか感じるようになったじゃないけど、襲名の座長大会でもそうなんですけど、やはりあのもうメンバーがすごいメンバーじゃないですか。だから各演劇協会の会長さん方がわざわざ駆けつけてくださって、やっぱこう祝ってくれたのは、まあ、総座長の力じゃないかな。日頃からこのなんか総座長からよく言われてるのが、人と人の縁を大事にしろってよく言われてるんですけど、まさにその言葉が、あ、こういうことなんだなってこう目に見えてわかるっていう、それを感じた一日だったので、それから先はすごくその人の後を継がなきゃいけないっていうこのプレッシャーばっかりで、すごい窮屈でしたね。そうですね、だからあの確かに自分たちはやっぱ僕は九州演劇協会の人間なんで、一番は九州演劇協会がもうすごく大事、やっぱ自分のホームグラウンドじゃないですけど、やはり大事なんですけど、やはりこの国境を越えてじゃないけど、その、まあ、海外に進出するじゃないけど、そういった意味でなんかいろんな人と付き合いをした方がなんか幅が広がるというか、その芸事にしても人付き合いにしても、そういう常識だったりとか、こういろんなことを勉強できる幅が広がると思うんですよね。なんでそれはすごく総座長からは教えてもらってますね。何なんですかね、百獣の王みたいなライオンみたいな、何なんですかね。でもなんかすごい、ライオンでも結局食べる餌がないと生きていけないわけで、そういったなんか人間味があるじゃないですけど、そういった人なんですかね。なんか時々寂しい面とか、なんかこの総座長としての孤独な部分を教えてもらったりとか、そういう時もあるんですよね、ちらちら。なんで子供、めちゃくちゃ子供にもなれるし、すごく大人にもなれる人っていうか、な不思議な人ですよね。ですか、僕はですね、結構大衆演劇の枠だけじゃなくて、なんかいろんな大舞台とかにも縁があって出させていただいてるので、いろんな人をこう見てきた中で、まあ、役者としてはですね、杉良太郎さんとかね、舞台に一緒に出させてもらったことがあるんですけど、稽古風景だとか、その役を掘り下げるとか、そういう、まあ、当たり前のことなんだけど、それができないのが難しい、芸事の難しいところであって、それをすごくもう簡単に教えてくれるというか、役者としてはやっぱ杉さんはすごいなと思いましたね。追求する面では、まだまだ他にもいろんな憧れの人というか、すごい好きな役者さんはたくさんいらっしゃるんですけど、実際会って話をして、そういう同じ板を踏んで、あ、この人すごいなって思ったのはやっぱ杉さんがすごかったですね。もう尊敬する役者さんは本当に先輩の役者さんはもうみんな尊敬してます。なんていうんですか、もともとこのお芝居 その原点っていうか、古典的なお芝居だったりとか、お芝居っていろいろあるじゃないですか。今でこそこのすごいなんか自然なお芝居とかよくやるように
なってきてるこう傾向があるんじゃないかなと思うんですけど、僕は逆にその中で昔のお芝居を大事にしたいとかそう思ったりもしますもんね。その点では大衆演劇のこのアドリブの世界というか、あの台本のない口立て稽古の世界は毎日が勉強できますよね。で、自分でやってることといったら、まあ、なるべく声を大きく出すとかそういうすごい基本的なことしかやってないですけど、あとは一番大事にしてるのは役になりきるというか、それはすごく大事にしているつもりなんですけど、難しいですよね、やはり役になりきるというか。舞台は、なんていうんですか、もう簡単に言うと舞台って初めからスタートして終わりまで完結までいくでしょ。映画の場合は一番最後の場面から撮ったりとか、こうカットカットの世界だから、その点がすごくもうびっくりした部分というか、まあ聞いてはいたんですけど、実際やってみるとすごい難しいです。またちょっと大衆演技が楽という意味じゃなくて、大衆演技で育ってるから大衆演技のやり方は分かるんですけど、この映画のやり方っていうのは初めてだったので、映画の座頭市の時はすごく大変でしたね。なんでこの一瞬にかけるこう俳優さんたちのこの集中力っていうか、その凄さをすごく感じた現場でしたね。僕去年一昨年ぐらいの梅雨の時期になんかよく自分が分かんなくなっちゃって、毎日演じてるでしょ、だから普段も人間って普段も演じてるんだなと思いますね。だから演じるって多分人間の人生じゃないですかねなんかみんな多分役者じゃない人も演じてるんですよ、絶対人間の。そのお芝居によって伝えたいものは違います。お芝居とか踊りによって伝えたいものが違う。だから三人出世っていう、まあ三人の運命って僕らやってるんですけど、襲名の時福座城と花形と三人でやったお芝居があって、それをやった時なんかはやはりこの友情のこの絆というメッセージだったり、例えば踊りで言うとその、まあ、風の盆恋歌だったらその女性のこの多分僕のイメージだけど、なんかこう会ってはいけない人と一日だけその日だけ会うとか、なんかそういう切ない部分だったりとかを伝えたいし、そのやる演目によって伝えたいことは違いますね。大変ですけど、まあ、やりがいのある仕事というか、ただそれが自分が伝えたいことと見ているお客様とのこの何て言うんだろう、ジョイントする部分があるかっていうか、お互い同じことでつながれば大成功だし、つながんなかったら、まあそれも一日のことなんでね、人間は十人十色だからよく。わかんないですけど伝えたいっていうか、
あんま気にしないですけどね、まず自分が一番楽しむことですかね。結構自分がもう好きでやってるから、まず自分が一番楽しんで、その楽しんでる姿を見てもらってる中で、なんかこう自分の思ってることを伝わればなっていう。役者なんでね、あんまり目覚めたとか考えたことないですけど、日本舞踊とかを習って舞台にかけた時とか、全くこう基礎からやってるからすごく違うんですよね、自分の芸事に対しての自信というか、それがこうお客さんに見てもらってものすごい拍手もらったりとか、達成感からですよね、何でもそうだと思うんですけど、なんかこの達成感がきっかけになったりとか、やっててよかったって思ったのが役者になろう、なろうじゃないですけど、もともと僕はもう親が役者だったんでね、なんかある意味このレールの上を歩いてるような自分も嫌やなって思う時もあったんですけどね、今はそんなことないですね。あの自分のやっぱ兄弟分の安城一座のスーパー兄弟リュウビレー座長ですかね、あと小林劇団の誠兄ちゃんと、やっぱこのなんかビレー軍団もすごい子役の頃からめちゃくちゃ付き合い長いし、もう兄弟分みたいなもんなんで、兄弟分なんでお互い兄弟兄弟って呼び合ってるんですけど、で誠兄ちゃんも僕たち その先輩じゃないですけど兄ちゃんなんで、ちょっと意外とこの3人で話すとすごい面白いですよね、いろんな話が出てきますけど、結局芝居の話になるんですけどね、なんかメッセージって言うと結構難しいですね、だいたい毎月やってるんでね。改めて言うと何やろ、なんかお互いなんかちょっといろんな面白いことを考えてて、いずれ実現したいなっていうお互いの夢とかもあるんでしょ、それに向かって突っ走って頑張りましょうとだけ言っておきましょう。
めっちゃ迷うな。どうせろくな質問ないでしょ。どうしよう。これでしょうかな。いいですか。先見ていいですか。もう勘弁してよ。何これ。僕のお題が、彼女ができたら甘えられたい、それとも甘えん坊ですか、という質問がありました。これはですね、僕人前ではもうきちっとしたいタイプなんで、ツンデレなんですかね。結構ツンツンしてるとこもあれば、デレッとしてるとこもあって、どっちもでございます。まあ、ダメですか、答えは。いいですか、 OK ですか。どっちもです。どっちもです。はい、ではこういった感じでできました。整いました。ここ結構知られるんだけど、子供ではどうですか。
願いします。まだまだ座長になりたての、新参者の座長でございますけども、ただ皆さんに喜んでいただけるように一生懸命頑張っていきます。まだまだ若手揃いの劇団なんで、ぜひ皆さん、若手のみんなも覚えていただいて応援していただければもう幸せです。よろしくお願いします。